皆さんおはようございます。スタントライダーのホガです、はい。朝5時に家を出てまいりました。ということで本日はですね、ツーリングに向かっております。林道部と一緒にですね、ツーリングに行きます。で行き先は、よく分かっておりません、はい。なんかツーリング企画してくれたので、まあ、それに、まあ、参加するっていう感じでね、状況をよく把握してないんですよねただこのね林道部のね釣りが大体ね神回になるんですよ、うん、だから大体こう面白いので、今日はねカメラを撮って、ツーリング元ブログ形式で動画にしていきたいと思います。まず朝一関越自動車道の高坂サービスエリアで、みんなと集合ですのでそこに向かっていきたいと思います。行ってきます。おかチャンネルで、ここでスマートインターチェンジで入っていく。眩しくて何も見えねえ。ここで停止線があって、OK、新潟方面下って。およそ600メートル先、関越自動車道に入ります。800メートル先、高坂サービスエリアを出ます。およそ600メートル先、目的地は左側です。あ、部長のバイクあった。今日ってどこ行くんですか？今日は奥多摩です。奥多摩、うん、何県？新潟？新潟から福島。新潟行くの？新潟行って、福島行って、栃木行って、うん、まあ栃木行くな。マジで新潟行くの？俺そういう感覚ないからあんまり。俺そういう感覚あんまりないから。大丈夫大丈夫。大丈夫？え、デュークで行けるこれ？新潟かまさかの想定外だな。知らない知らないもん奥多摩ってどこだか。知らないよ。調べなかった。知らない知らない。まあ大丈夫大丈夫。大丈夫。まあそんなに変なとこ行かないから。行かない、うん。でもオフロードライダーの大丈夫大丈夫って大丈夫はないじゃん大体。まあ距離はそこそこかもしれないけど、うん、前みたいにあんまりくねくねして変なところは行かないようにして。え、そっちの方がいいんだけど。いやということで、なんとなく参加したツーリングですが、なんと目的地が新潟。都内からだととんでもなく遠い場所でした。ここで今回のツーリングのルートを解説していきます。まず現在いるのが関越自動車道の埼玉県高坂サービスエリア。ここから新潟方面へ一気に移動し、群馬県の月夜野インターチェンジで降りて一般道へ。国道17号を進み新潟県へ。県境からさらに国道17号を北上し、魚沼市で今回の目的地である国道352号線へ進みます。この国道352号線は新潟県から塩利峠、奥多摩、尾瀬、南会津などを通過し、福島県そして栃木県へと到達する道で、今回はこの道から紅葉を眺めるというツーリングだ。今回のメンバーは部長、カザック、サメオズさん、松岡さん、そして自分。いつも爽やか林道ツーリングを一緒に楽しんでいる仲間たちだ。自宅からだとおよそ600キロを超えるルート。オガチャンネルは果たしてデューク200で走破できるのか。俺だけ 200cc。 オガチャンネル、じゃあ行くぞ、じゃあ行くぞ、野郎ども、野郎ども、野郎どもおよそ800メートル先、月夜のイン、はい、月夜のです。はい、お主も月夜の。2km。あ、BTC が動かない。消えてる消えてる、ラップやばいやばいやばい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また今度。どっちだ、どっちこれ、分かんない。ライバー右行った、右か、右、ライバー右、ライバーって書いてあるから、ケツさん分かるかな、ケツさん右だよ、聞こえないか、聞こえないかな、聞こえないかもね。
ここで待ってるの、国際で。ここで止まれんじゃない全部だ。大丈夫ここで待ってるか。うん。お待たせしました。はい。見ていい？はい、行きますよ。はい。これもうどんどん北上してるんですか？抜きてああ、綺麗じゃない。北上でしょうね。うん。新潟に向かってるから。うん。これ、この橋渡るのか。渡るんだ。おお。いやー、綺麗。すごい。うん。国峠、C カーブ、あ、カーブが55カ所55カ所もあるんだ、うん、カーブ、いろは坂みたいなやつ、アイツトンネルがなかった頃はみんなこれを越えてたってそうだよね。何台抜くんでしょうか、部長は、ねあの軽自動車早いな、でも早いね、金の軽自動車地元のやつだななんで途半車線でそんな早いんだよ抜きたいんでしょ、あいつ緑を危ない危ないパーチェイスが始まってるあこいつが練馬のやつで地元じゃねえからあーなるほどあ、もう終わりか、と話して終わっちゃった、これ、途切れちゃったうんあんまりね、煽るとね、煽り運転ってなるからねなるから、ね、後ろにもカメラついてるからね、最近はあ、紅葉だな、これいい道だな、ここあー、こっち側も綺麗だよ、ほらうん本当だあーすごいねこっちが綺麗あ、うん、綺麗だね囲われてるすごい反対側裏側すごいよなんかこれ国道17号なんでずっと国道17号って中山道中いやあ中山道かねあれがずっとここまで繋がってんだすごいね耳金ってなるわ標高 900m 千葉にはない高さじゃんね都内や関東に住んでいる人にとってはとても馴染み深い国道17号ですが少し簡単に調べてみました国道17号は東京都中央区から新潟県長岡市を経由し新潟市中央区に至る一般国道です全長は 350.3km太平洋側の東京湾から日本海側の新潟市の新潟港まで本州をまさに二分するように走ります国道17号の歴史は古く中山道及び三国街道を継承する路線であり三国街道は関東と越後を直接結ぶ唯一の道として江戸時代より重視され明治10年に国道一等に指定された道です後の土屋圭一だからね土屋圭一さんねえ、カザック、はい、さっきからさ、歯茎とさ、歯茎、うん、とさ、唇の間にガムが挟まって取れないんだ。取ってくれる？ちょっと後で取ってくれる？それは全部カザックのせいだな。ですよね、この辺のマンション安いんだ。安いよ。安いけど管理費が高い管理費が高いだから本当ね100万とかで売ってんだよそうなんだそう、でもほら人が入ってないと管理費が取れないからさ温泉とかが入っあったりするんだよねマンションになるほどねそういうのも運営ができないいやなかなかのシャドだねこれねなかなかのシャドだね怖いねこれ、まあ、これ Z 切らないと上がれないからあの辺からはもう Z だよえでもこれ Z だ
アフリカツインで Z 切るの大変だな頑張って頼むよ。二人が決めたとこ見たい助けに来てくださいね。行けないもん俺ら。だって行けないもん。頑張れって言ってあげるよ。インカムでインカムであの頂上は行ってみたいな。これバイクで登れたら最高だよね。最高。苗場。あ、これ苗場だ。これ入り口？入り口。苗場プリンスが。苗場プリンスだ。ユーミンのコンサートってどこ？ユーミンのコンサートってもうやってないの？ホテル。まだやってるみたいよ。へえ。でもなんでこんな車いいんだろうね。車いっぱいだね。駐車場に。国道17号をさらに北上し、三国トンネルを抜けてウィンタースポーツのリゾートとして知られている苗場に到着。バブル時代にはスキー人気の影響で一世を風靡していた苗場リゾートですが、現在は大きく衰退しています。特に夏は人のいないゴーストタウンと化しているようです。部長が言うように、バブル時代に建てられたリゾートマンションの価値は下がり、ワンルームだと売り値は10万円のものもある状況です。というのも、管理費、共益費、修繕積立費、固定資産税と払い続けないといけない状況になってしまうため、負の遺産となってしまっているそうです。そんな苗場を走り抜け、今回の目的地である国道352号線へ向かいます。大勢国営畳み、はい、75右に左折しば右に左折右に左折右に左折早い人は行きたいけど、じゃあ紅葉見たい人は通んないかもしれないんだ。そう、このまんま多分山越えすると思うんだよね。ということで、国道352号線に到着。国道352号は新潟県中部から福島県南会津地方を横断し、栃木県へと抜けるルートです。県境に近いエリアで、しおり峠や奥只見湖沿いでは急カーブの連続した1から 1.5 車線程度の断崖絶壁に沿った狭い道が続き、俗に言う国道と呼ばれる道です。この352号線は豪雪地帯となり、冬季は通行止めとなってしまいます。今年は11月9日から規制が開始され、紅葉真っ只中の時期に通れなくなってしまうわけです。今回林道部がツーリングを行ったのが11月3日、冬季閉鎖の1週間前と結構ギリギリのタイミングで行ってきました。果たして352号の紅葉の眺めはどうだったのでしょうか。さらに道を進んでいきましょう。僕ちょっと景色見たい、見たから行きたいです。お、すげえ。おー、紅葉に、まあ、超綺麗じゃん、右側も。ちょっと小川くん撮影する？大丈夫、大丈夫、走りながらで大丈夫。大丈夫？いやー、これはこれでいいね、この紅葉。佇んでる、佇んでる。おっと、車成功者。はい、車来ます。そして航空機綺麗、車おっと、エアピンピン、ミキエアピン。いやいいね、これいいよね。いい、あ、ここいいね。なんか紅葉の中にいるね。うん、めっちゃいい道だね、これ。なんか一気に秋を感じたな。うん、ね。この先なんか展望台とかないのかな。すごい、バスも最高ね。すげえ、一応ここ最高です。こっちで行きます。やべ、一番細いとこです。リード寄ってくれない。
ゆっくり来るよ。いい場所。でしょ。あ、本当だ。すごいね。あ、すごいやん、ここ。こいつ、めったくそ。すげえ危なかった。すごい。うわー、ここすごい、ほら。この道めっちゃいいな。ねえ、僕ら相当遅いからね、今。遅い、俺らめっちゃ遅い。20キロぐらい。うわー、ここすごいね、高さの。おー、すごい。あ、これも山のあっち側行っちゃうんだ。いやあ、高さってもちんたらちんたら走ってるわ。うわー、すごい。すごい、グラデーションですよ、これ。ちんたらでいいでしょ、これは。ねえ。ああ、怖っ。部長怖い、これ。うわ、怖っ。そう、怖いよ。崖じゃん、崖。崖だよ、これ。怖っ。山深さがあるでしょ、なんか。すごいね、切り立ってる。はい、これ、なんかぶつかってきた。うわぁ、すごいね。かっこわぁ。うおぉ、怖っ。ちょっと俺、そっちの前に。さあ、一瞬だけカメラ回していいですか。どうぞどうぞ。どうぞ、一回止めよう。一回じゃあ、そっち。前のおじさんも写真撮ってんのかな、大丈夫かな。写真撮ってるっぽい。ナビか、どっちか。いやすごい。すごいね。だろ？だろ？だろ？な？だろ？だろ？ほら。言ったろ、タダミー、やっぱり来てみるもんでしょう。言ったろ。去年よりいいね。去年よりいいね。体重がいいね。おばあちゃん、いいな。もう俺もあんな老後過ごしたい。みんなね、ハッピーな気持ちになれるんだよ。なれるね。ああ。手前の赤が連続のカラーだな。お、向こうの方なんか遠いじゃん。なんか来た道だよ。あれ、あれなんだ。あれ、本当日が当たってる。奥日が当たってる。おお、すげえ。止まりたいみたい。止まれないな。すごっ。
ほぼこれはもう頂上に近いな。あれ展望台がね、あったはずなんだよな。あったはず、一番ね。山下小川くん、すごいな。わ、すげえ、すごいすごい、うん、え、いやうん、ということで国道352号線いかがだったでしょうか。自分たちが最もテンションが上がったのが樹海ラインと呼ばれるしおり峠までの道で、標高1065メートルを目指してどんどん登っていくのですが、それに比例して絶景度が上がっていく素敵なルートです。しおり峠を越えた後は峠道を下りながら奥只見湖へ向かっていきます。今回残念ながらカメラの不調で映像が撮れていませんでしたが、奥只見湖は延々と湖の周りを走る道で、走りごたえのあるワインディングと絶景が続きます。奥只見湖を越えた後も気持ちの良いワインディングがひたすら続き、最終的には352号から121号を南下し、宇都宮で夕ご飯を食べ無事に帰宅。冬季閉鎖前の352号を走れて紅葉も満喫できて、ちょっと疲れたけど最高のツーリングでした。この動画を見て興味を持ってくれた方は、来年以降しっかりとスケジュールを組んで紅葉ツーリングに出かけてみてください。またガソリンスタンドやコンビニが一切ないルートですので、352号に入る前にしっかりと給油しておきましょう。またこれはオガチャンネルの率直な感想ですが、紅葉シーズン経ったためか初心者ドライバーがかなり多く、すれ違いの際に左に寄せられない車が本当に多かったです。1から 1.5 車線程度しかないのに、ヘアピンカーブ途中で道路の真ん中に止まってしまったり、対向車がいるにもかかわらず真ん中を走り続ける車など、問題ある運転だなと感じた車両が本当に多かったです。そのため初心者やサンデードライバーとのすれ違いには十分注意して通行してください。ということで今回の動画はここまで。この動画を見て国道352号線行ってみたい、紅葉を満喫できた、 4K 高画質が最高だったと動画を楽しく見てくれた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でまたね。